はい、こんにちは、ケイソーです。はい、どうも、ハネムンです。さあ、ループヒーロー殿堂入りということでありがとうございます。はい、まあ、クリアまではやるっていう感じになりますけど。クリアまではやる、マジか。なるほどね。あ、そっか、はい、ハネムンさんはなんかご購入されてなんか勝手に一人で15時間やったそうでどうなんですか、15時間やった感想としては。これクリアまでやるの大変ですか、もしかして。長そうっすね。あ、長そうっすか。これさ、もうネタバレになっちゃうかもしれないけど、この遠征ってのは何、1ステージしか、チャプター1しかないことはない。 あ、結構あるんだ。ありそうっすね。じゃあ進めていくって感じか、はい。あ、ちなみにハネムーさんはもう15時間ぐらいやられて、チャプターいくつまで行かれたんですか？2ですね。チャプター 2？ うん、え？まあ、そんな感じですね。まあまあ下手ってのもあるかもしれないですけどね。いや、まあまあ、ちょっとじゃあハネムーさんが少しあの詳しくなったそうなんで、ちょっと教えを請いながら、はい、あの進めていきたいと思いますが、今回は沼地っていうカードが、はい、新しく追加されて、うん、3日ごとにモスキートが1体出現、すべての HP 回復効果で逆にダメージを受ける。うん、ああ、なるほどね。まあまあまあ、ただしポーションは例外。うん、これはなんかつけた方がいいんですかね。わかんないです。でもまあ、あ、つけてもいいんじゃないですか。じゃあ、まあそんな変わんないですよ。だからまあ1枚増やしてもいいんじゃない。じゃあそうしようか。で、ヴァンパイアね、強いと思うんだよね。ヴァンパイアが強い。強いから入れた方がいいってことですか。あ、なるほどね。ランタンいらないんじゃないかな。ランタンがいらない。なるほど。まあわかんないよ。最大数が少なくなるランタンはいらないと。了解。デッキ倒したくね。まあ、確かに。まあこんな感じで、じゃあやっていきましょうか、デッキは。はい。で、まあまず設定しますか。はい、設定をしましょう。右上。えい。おいおい、ヒーローの色赤にしていい？赤にしていいよ。はい。やった。オッケー。カーソルも変更できますけど。あ、じゃあこのかっこいい剣にします、ね。あ、それにします、はい。はい。じゃあ右の。マップのヒーローのハイライト。あ、それはいいと思います。あ、なるほど。はい、それは普通に。はい。で、右側。これだ。バトル終了後に自動ポーズにすると、バトル終了後に自動で止まってくれる。はいはいはい、あ、これはありがたいですね。うん、じゃあで、戦闘速度の変更強化かな。これで戦闘が速くなるんだ。そう。うーん、で、これでまあ、とりあえずいいと思います。はい。はい。で、上で戦闘速度変えられるんで、そこ本当だ。うん。それ変えちゃって全部マックスいいと思うよ。なるほど。うん。速度マックス、バトルマックスで。うん、そうそう。バトル終わったら止まってくれるから、これで。はい、ああ、いいですね。これでストップ。今、プラになってる。よくなったね。そう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 、ね。じゃあこれ、いや、いろいろやったら、ここをクリックしてアドベンチャーにしてあげれば、まあ、進むと。あ、これはいいですね。うん、吸血入れて、はい、アーマーは、こっちの方が強い。そうですね。強いか？強いね。うん、はい。オッケー。じゃあ、オッケー。あ、はい、いいね。サクサクだね、これはね。そうですね。これ岩とか動くかと、ね、はい。一旦持っといてもいいかな。あ、持っとくもんなんだ、岩って。まあ、わかんないけど、その宝物庫を狙いたい気もするよね。あ、今まで俺らはこの子たち置いていいと、子たち置いていい、ね、うん、あの宝物庫はなんだっけ、うん、牧草、うん、牧草が来た時に牧草地でもいいし、まあ何でもいい。あ、バンパイア置きたいね。なんか敵が多いとこに、敵が多いとこに置く、うん、あ、なるべく。そうね、はい、はい、プランなんかスペースで変えられるんじゃないですか。あ、スペースボタンでいけるんだ、それ楽でいいね。あ、やっぱドラキュラ倒すと、うん、そうそう、いっぱいもらえるね、手に入るからね。で、墓場か、墓場はどこでも適当に置いてもらって、適当に。これで、そう、これ実はなんですけど、はいはい、このヒーロー何周してもボス出てこないんですよ。ああ、はあ、はあ、何周しても出てこない。これがマックスになると出てくるわけでしょ。そう、でもそれはね、うん、関係ないんだよ。お、その回るのに、これ回ってって見ててもらう、一切増えないから。うん、おう、こうやっても増えないね。うん、一切増えない。何なんだろう。で、置いてみ、置く。うん、なるほど。そう、もしかしてこれ施設が増えてったら、そう、増えてくと、ああ、うん、置いてみたら子たちとか、まあ、土器と墓でもいいよ。置いてみ、置いた時ほら、うわ、ほんとだ。あ、そうなんだ。そう、だからこれを置く、うん、置いた数によってあれは決まるから、なんか、なんだろうな、だから今までずっと置いてたじゃん、うちら。はいはいはい、はい、いらないので置かなくていいんだよ。はあそう、なるほどね。で、戦場はボスの時間調整できるんだ。一周したら宝箱が出るから、うん、そのループしたあのキャンプのそばに俺はいつも置いてる。はいはい、ここら辺のことね。そう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 、って感じですかね。へえ、なるほどなるほど。ボスのタイミング自由にずらせるってのはいいですね。実はね、吸血同じだね。オッケー。うん、で、あ、まあ楽になったわ。そうね、あ、まあ子たちは置いときたいかな。ああ、ちょっと武器は弱いんだよな。あ、縦3いいね。縦3つけて、まあ、うん、血の子だ。まあ、そうですね、置いちゃっていいと。あ、いや、そっちじゃなくてこっちに置いたら、はい、うん、東大もまあなんかあれだね、広いとこに置きたいね。ヴァンパイアいっぱい出るとこか、その辺か。あー、ちょっと上の方までカバーできないけど、あ、まあこっちでいいかな。オッケー。
まあ石とか牧草地は本当にどう置くかも本当に好みだと思うんだよな、マジで。俺は宝物困っちゃって、あの手札溢れて燃えちゃうタイプ。よくないじゃん。じゃあ俺岩を置いてっちゃいたいな。岩置いてっちゃったらいいと思う。宝物庫が出たらあの牧草地だけやっていくわ。 あ、何かとよくない。あの山がさ9マスできんじゃん。山の周りに置くと上がるじゃん。だから山1マス離しておくといいかなっていう。あ、そうなんだ。そうじゃない、確かに。うん、それ重ねないで、多分重ねない方がいい。広いとこがいいかな、多分。うん、でもここに血の子たちとバンパイア重なるのやばいか。いや、いいんじゃない。あり、なんか分からんけど、なんかその、うん、なんか死んじゃいそうで怖いんだけど。うん、いいよ。いい。てか武器が全然出ないからな。よくないね。いい武器出ればいいんだけど。うん、あ、出たじゃん、ホームスコ出たわ。じゃあちょっと、うん。あ、まあいい、置いていいよ。大丈夫？うん。で、実は牧草地の隠されたところがあって、牧草地は牧草地以外のところと隣接すると花畑になるんですよ。うんうん、は、うん、宝物庫の横に置いてみ。ほら、あ、本当だ、花畑になってる。花畑なのだけど、うん、牧草地その上に置いてみ。牧草地変わんない。あー、これは牧草地の隣だからか。で、試しにその山をその隣に置いてみ。ここ、うん、そうすると、うん、花になる。あー、なるほど。これ花になると牧草地以外と隣接するとそう、ヒットポイントの回復量が1上がるんですね。1上がるんだ、はい、へーという豆知識。なるほど、これ、はい、あれかな、ちゃんとなってたのにもかかわらず俺らはスルーしてた。うん、いや俺ね、なんか変わってるなと思ったの、うん、でもなんで変わってんだろうと思って、その宝物庫の十字に置くと変わると思ってたんだけど、はいはいはい、そう、関係なかった。はいはいはい、うん、隣接するやつがそう、牧草地じゃなければ花畑になると、うん、あ、多分ね。まあなんかそんな感じ出てるよね。そう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 、はい、まあ進んでいきましょう。スケルトンも出てきて、なんか武器ちょっといいの出してほしい。あ、来た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 。こんなのも絶対強い。うん、ピュアダメージはもう本当に最強ですね。この兜とかネックレスとか指輪とかブーツってのはやっぱチャプターが増えていかないとって感じですか。チャプターってか多分ね、うん、あれかな、施設か、施設、施設、あれが増えていくと変わるかな。まあちょっと、うん、ヴァンパイア置きたいな。山脈を作りに行きますか。ヴァンパイアね、その何、うん、敵が出るところの周りに置くといいよ。だから左 のここら辺、そこら辺とか置くと敵がほら敵に追加されるからさ、はいはいはい、ヴァンパイアが。あー、そうかそうか、そう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 、ヴァンパイアがそのシンボルとして出るんじゃなくて敵に追加されるタイプだからってことか。そう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 、東大はそうね、いっぱい敵が出そうなところに置きたいね。あ、いいかも、置ける。ここか。あ、まあじゃあこれで真ん中の、そう、そうすると真ん中のやつがカハラの宝物庫になって、そっからガーゴイルが出てくるんだよ。あー、なるほど。まあそれはでも前回の動画でなんか出てきたっけ。分かってたよね。あ、それはあの近く入り口がいいかな。で、重ねると、うん、いいことある、いいことある。じゃあこことかめっちゃ重ねる。ここ重なるじゃん、うん、ああ、そうするとね、そこがね、うん、血の道になって敵が出るようになる。ほんとだ、ちょっと赤くなってる。そう、へえ、いろいろね、仕掛け、おー、いいね、強い強い。さすがに4はもう無条件で変えちゃってよ。その横なんだ、再生だ、再生か、まあ、どうしようかな、あってもいい、再生つけちゃおう。レイピア強いかな、攻撃速度と吸血、まあ、ピュア取るかどうかだね。俺は変えないけど、まあ変えてもいいぐらい。このレアリティは青、黄色、オレンジの順？あ、それは分かんないんだ。分かんない。うん、でもなんか今は装備してるやつの方が強そうだな。ピュアダメージ強いよね。まあでも、吸血と攻撃速度もまあ全然強い。まあ迷うな。いや、もうなんかつけちゃうよじゃあ、なんね、もったいない。はい。まあいいね、なんか早いね。あ、つえ、ちょっと待って。あ、なんとかなってる。全然なんとかなってる。全然全然。あ、まあ。いやー、ないかな。いや、弱いな。弱いな。ピュアダメージはないかな。弱い。まあ山も置くだけなんで、まあ山を置いて。山9個揃うとハーピーなんだよね。そう、ハーピーになる。ああ、その山の周りに置いても上がるからね。そう、だから山は1個開けておくと。そうかそうか、ちょっともったい、角に詰めるのはもったいないんだな。で、それ山も1個、あ、もう出てるか。うん、あ、ゴブリン村出ちゃってるね。山2個目はやっぱできないので、どうやっても。ああ、そうなんだ、うん、これでゴブリンが出てきちゃったし、ハーピーも出てきちゃったと。まあでも出てきた方がいいんだよな、多分こういうのってな、うん、で、岩と山って岩が介護官じゃん。ああ、うん、そう、だからなんか岩はもう捨てちゃうみたいなのもって。ああ、なるほどね、弱いな。え、あ、全体ダメージ7。ああ、そうか、ダメージがめちゃくちゃ高いわ。ダメージ高いから、まあ基本ね、上の武器はもう相当じゃない限り、あの、やっちゃっていい。数字が高ければやっちゃっていいんだ。あー、沼地来たな。あー、沼地だけ置いて、で、この後本当にどうするかで、だからいっぱい置くとボスが出るんだけど、うん、はい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 、そうそうそう、沼地ってこれどういうとこに置けばいいの。いや、これはどこでも。あ、そうなの。うん、まあヴァンパイアの周りに置いとけば。あ、置いちゃった。あ、まあいいです。山、山は置いていいと思うんだよね。
ウォーク装置を置いちゃうとボスのゲージが。いや、岩いらねえかなって思っちゃうな。あ、なるほど、なるほど、なるほど。山はいいと。そう、山はいいけど、岩はいらんのじゃないかなって思っちゃうね。山と岩どう違うんだ？隣にあると5。これが2。そうなんだよね。これ向き変えられたりしない？できない。ああ、そうなんだ。そうなんだよ。だから忘却から消えちゃうんだよね。忘却は取っときたいんだけどね。忘却欲しいね。そうなんだよ。だって、ボスの宮殿をね。さすがにあれ消したいので。そう。いやいや、忘却消えちゃうよ、このままじゃ。そう。まあ、俺はもうこだわってやるから、もうバスバス燃やす。全然気にしない。で、燃えると、資源になるから。ああ、そうなんだ。そう。へ、指輪の4がちょっと強そうだね。指輪4どれどれ。あ、いや、見た方がいいじゃん。ピュアが一緒。防御、いやー、弱いかな。そうね。ああ OK。忘却、どうしよっかな。なんか忘却消えちゃうのやだな。まあ、どうせ来るしね。別にいいと思うけどな。そうか、うん、気にせず、燃やしでいいと思いますよ。そうかい。あ、うん、変なところに置いちゃった。ところに置いちゃった。うん、まあまあ、あ、それ防御で消そう。ああ、そういうことができるのか。うん、それは消そう。こういうことができるんだ。できるできるできる。なるほどね。雲の舞は、なんか、その、ヴァンパイアのとこに置こうぜ。上とか。はい、はい。沼地もヴァンパイアのとこに置こうぜ。沼地。沼地と牧草地、見分けがつかないな。うん。オッケー。なんか飛んできたね。そうそう。ガーゴイルか。あ、ピーコ。さあ、チームも一緒へ。コダチ、ちょっと待ってね、うん。今さ、ちょっと話して。はい。コダチがあるじゃん。ここに子たちがある、ね、基本子たちの横にしか血の子たち置けないじゃん。そうだね。でも血の子たちの横に子たち置けるんだよ。血の子たち置けるんだよ。はあ、はあはあ、置いてみ。血の子たちの横。これが今血の子たちだね。そう。だからここに置けるってことか。そう。置ける。そうすると、はい。あ？植えた子たち。そうね。森とつながりがない悲しみの子たち。時々ヒーローを攻撃する。括弧17ダメージ、うん。ヒーローを攻撃するの。それは元々じゃないかったっけ？普通の子たちも。あ、違うか。うん、じゃあここを通ると攻撃する代わりにこいつは何も生み出、あの化け物を生み出さな ないんだ。その代わりに 20% より低いエネミーを飛び込むんだ。これ 15% なんだ元は。これじゃあ強いんだ。植えた子たちは強いね。だったらどうだろうね。まあその17ダメージがどうかって感じだけど、まあ、なかなかこういう、ね、仕掛けが、ね、結構いっぱいあるんですよね。あ、そうなんだ。あ、まあ、でも気づかねえよな。そんなそうなんだよ。全体のダメージ消えちゃう。いやー、さすがにないかな。どうだろう。あ、それは強そう。え、それ強くない？これは強いね。うん。これは、まあ、数字も、色も。うん、お、あ、ちょっと弱いかな。微妙だね。うん。なんか最後、忘却めちゃくちゃ貯めたいんだけど。まあね、そうだよね。忘却貯めて、そのリッチの宮殿のゴリゴリ、ね、粉々にしたいよね。粉々にしたい。あと、宝物庫は来てほしい。お、山ですね。山はじゃあ、つけときましょう。うん。なんか好きなカード捨てられたらいいね。山を置いてもいい。子たちはまあ、バンパイのとこに。ええ。そろそろちょっときついんだけど、実は減ってるから。本当だ、HP 全然ダメじゃん。まあ、沼地は置いてもいい。うん。こうやって取捨選択していくと、結構ずっと回れるんだけど、敵マジ強くなっていくっていうね。ああ、そうなんだ。あ、まだやるけどね。ああ、ちょっときついか。出たブラッドロックが出てるね。ブラッドロック、これ何？ブラッドクロットか。これ、あの、強いやつ？その戦場を重ねると、その道に出てくる敵。まあ、強いけど、まあ、ああまあ、大丈夫。美味しい。美味しいなら、残しとこうかな。うん、ああ、消してもいいんじゃん。消して。片方。うん。それ、なんか2体は嫌だよな。そうね。はい。まあ、忘却消えるぐらいだったら使っちゃいたいよ。ね、はい。あ、強い。雲はね、もうザコみたいなもんだからね。ガーゴイル。よしよしよし、剣が4。うん、弱いなぁ。けどね。剣ね、ダメージソースめっちゃ上がるんだけど、全体のダメージさすがにかな。いいと思う。ピュアダメージ回避、ピュア7か。吸血減っちゃう、回避も減っちゃう、攻撃速度も減っちゃう。俺は結構ピュアダメージ派なんで変えちゃいますけど、まあどっちでもいいと思います。じゃあつけてみようかな。吸血減っちゃうのか。うん、まあ本当にどっちでもいいと思う。ちょっとごめん、吸血残すわ。うん、いや、いいと思う、いいと思う。雲の糸、まあ、あー、消えてった、消えてった。宝物庫じゃん。宝物庫が来たら、で、宝物庫は実は、例えば、うん、じゃあ、そこの、左、ぐらい。上、左、左、ここの、左。ここ。そこに置いたりすると、うん、まあ、周りにじゃあ、牧草地とか置くじゃん。うん。うん。じゃあ、置いちゃっていいんだけど。でも、そこに置くとさ、牧草地さ、左上置けないじゃん。置けない。うん。雲の前置いてみ。まさか。そうなの。わーお。はい、そうなんですよ。
そんなことが。何でも置いていいんですよ。そこ牧草地じゃなくて岩でも、あ、まあどっちもいいか。牧草地いいか。オッケー。あー、でも花畑にした方がいいのかな。回復量増えるからな。ね、そうなんだよ。でも毎日の始めだからね、弱いと思うんですよね、それ僕。あそう、牧草地はなんか弱いかなって思っちゃう。まあ、HP3 か2かの違いだもんな、うん、これの。そして毎日の始めでしょ、うん、うんって感じだね。どうなんだろうね、本当にどうなんだろうねって感じ。この辺は分かりません。まあ、これで1日経って回復した。そうね、はいはい。これがあ強いんじゃない。吸血鬼減るけど、まあこれは変えてもいいと思うわ。全体のダメージ増えるしね、かなりいいと思います。まあ、数字が高いし、はい、そう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 、これはまあダメか、うん、数字高いね、かなり正義なんだこいつ。これがあれか、ブラッドクロッチ重ねた時に出てくるってやつね。これは強くていいアイテム落とす感じ。うーん、わかりません。ああ、よくわかんないまあでも出るならな。そうね。ああ、全体ダメージ強い。強いね。ああ、すごいすごい、食べてる。おお、いいね。6のリングこんなとこに行ったわ。でもなんか弱いな。いね、でも秒 3.6 が強いけど弱いね。まあ、武器はもう変えちゃっていいと思う。さすがに5でしょ。ああ、さすがに強いね。シールド、ピュアダメージ、カウンター。あ、ピュアダメージ下がるけどカウンターが上がる。本当に微妙だね。まあまあまあって感じだね。ピュアダメージの方が強そうだな。攻撃速度とカウンターが。なんか頑張ればカウンター 100% とかできそうだね、これね。確かに。あ、それ強そうだね、5だし。全体のダメージが減っちゃうけど、まあ純粋に強いと。回復って感じですかね。この再生ってのはどうなの？まあまあまあ、その、今4倍にしてるからあれだけど、この、なんだろう、普通だったらもっと遅いから結構回復するんだよね、うん、あ、そうなんだ。まあ強いっちゃ強いと思う。HP やばくなったらなんかつけちゃうのもありかもね。ちょっとつけてもいいんじゃないの。ピュアダメージ4攻撃速度でしょ。いいんじゃない、つけちゃって。上がるしな、つけちゃうか。あ、オッケー。ダメージはうーん同じぐらい。さすがに5だしな。5の方が強いな。で、5だし置いてもいいですね。あ、速度速いね。いや、回復強っ。強いわ、びっくりしちゃった。うん、そうね。墓場はそっか、ここら辺にあるといいんだって。いやいやいや、あ、違うわ。あの墓場はヴァンパイアのところ。ヴァンパイア巻き込んで、ヴァンパイア出てきて、ヴァンパイアと一緒にって感じなんで。血の子たちの隣の血の子たち。いや、でもそれ子たちの隣になるから、まあどこでもいいです、本当に。本当にどこでもいいです。ここで。うん、重ねるね。重ねて。うん、いいと思います。はい。はい。はい、回復見てみ、右上。ページやばっ、もりもり回復してくな。もりもり回復してる。再生強いんだな。かなり強いね。サゴロタで防御18。18でもすごいね。防御力めちゃくちゃ高くなるな。ピュアダメージのカウンター減っちゃう。ピュア7はちょっとな。ね、火力も減っちゃうからな。ちょっとまあ置いとこうか。保留つかね。ちょっとゴブリンやべえかもな。ゴブリンやばい。じゃあ防御力使っちゃおうかな。ワンチャンゴブリンすごくねえか。4匹溜まってるからな。ゴブリンここか。それかワンチャンゴブリン村を消す。あ、いっそここ、あ、そう、ゴブリン村を消すっていう動きもできるのか。できるできるできる。あ、ゴブリン回避高くて嫌なんだよね、うん、そう、ワンチャン消しちゃってもいい。さあ、あ、4か、一応見るか。まあまあ、さすがに5のワンチャンぐらいだけど、あ、再生が上がるのか。再生マン、再生マンするか。いいじゃん、ミスター再生マン。オッケー。お、6、6の武器。いや、強い、さすがに強い。さすがに強いね。さすが6。で、こうやって装備整ってきたら、うん、ボス出す。挑むぞと。みたいな。なるほどね。だからこれでめっちゃ置いちゃって今。はいはい、岩とか山とか置いちゃっていいんじゃん。ボスを出すのであればな。そろそろ6だし、まあワンチャン、あと忘却欲しいぐらいか。忘却ちょっと貯めたいな。うん、じゃあまあ一旦。強い。お、強いぞ、全体ダメージじゃん、これ。いいね。こら強い。うん、こうやって貯めて。さあ、強くなってきた。うん、一人でやばい な, ってんな。6の盾。あ、まあ強いけど。いや、まあありだね。再生なくなっちゃうけど強いな。戦闘強くなる。全然強い。6のシールドは微妙か。5ですね。ダメだ。あ、ここすごい多いな。あ、子たちが頑張ってくれてる。てくれたね、あ、でも HP やばいな。やばいね。どうすればちょっと一周はできないかもね。回復するかな。まあ、牧草地を置きまくるか。なるほど、牧草地を置きまくれば。で、牧草地をあの岩とかの隣に置くと花になるから。そうかそうか、うん、ここじゃ花にしつつ、花にしよう、うん、ちょっとまあ囲んじゃうとね、岩の効果がなくなっちゃうけど。ああ、まあ下につけていくしかないな。ここら辺山、まあ、ここにつければ一応花畑になるとか。変わります。ああ、いいですね。変えていくか。本当か感あるけどね。本当か感あるね。まあ今少しでも HP が欲しいからな。右上にも置けますね。
あ、それそれ岩の周りにまた置けばいいんじゃないですか。あ、そこ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 。ボックス置けば。いいね、なんか。そうね。めちゃくちゃなってきたね。やっぱ合ってるよね。そうだよね。ああ、うん、やっぱ合ってるわ。牧草地以外のところに置くとなるな。花畑ね。これかなり回復量増えたんじゃない？ね、はい。ああ、オッケーオッケー。いや、やばいな。やばい、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。無理だな。死んじゃう。じゃあこの一射できないな。ああ、無理っすね、これ。ああ。ちょっと失敗したな。うん。これ途中でその、いつ撤退するかみたいな。はい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 。撤退するのはどこが撤退するのがいいの？まあ、あのテントまで回らないといけないね。テントまで回ると 100%。 ああ、 100% 持ち帰れるんだ。そう、でもテントから遠いと 60%。 なるほどね。そうだから、まあちょっと今回はやりすぎたな。あ、強くしすぎちゃったかもね。ダメでした。ああ、残念。はい、まあまあでもこれ死んでももらえるわけだ。もらえます。 30% 持って帰る。ああ、いい、ああ十分じゃん。でこれで、あの、施設強くしてな。そうですね、建設して。あれ、ポーションが全然分かんなかったんですけど。あ、ね、俺も分かんないです。あ、どこにあったんだろうね、ポーションね。鍛冶屋。あ、学校も食べられるよ、鍛冶屋と学校と。あ、鍛冶屋。学校だと、そうですね、村アンロックなんですね。多分村はね、うん、必須ですね。村必須なの。村ないと無理だな。村、うん、はい。で、デッキが変えられるんで、村、ね、まあ、村はもう絶対入ると HP15×5 ループ回復クエスト1つ与える。うん、これはもう絶対ないです、ね、くそって回復か。そうで、村入れて、うん、うーん、まあでも沼地の強さがちょっと分かんなかったから、一旦沼地解除してみようかな、うん、そうね、うん、村の回復の方が嬉しいや。はい、じゃあもう一回、はい、行きましょう。最初はね、結構やっぱ運も絡んでくるんですかね。最初に強い武器取れたらでかいもんね。全然絡む。あ、ホームスコア、まあいきなり置いてもいいわな。一旦放置で。はいはいはい、いいわ。まあまあ一旦放置でいいと思う。俺、俺、うん、あ、墓場置いていいかな。ほら、うん、通ると資源もらえて、うん、牧草地。あー、まあ置くか。まあ宝物庫、実はその、うん、縦に2個重ねられるんだよね。あ、そうなんだ。そうすると3つ分得するんだよね。あ、なるほどね。まあそうやってもいいって。あ、面白い。ちょっと今回それでやってみようか。宝物、宝物やってみよう。一番端っこでいいよ、宝物庫。別に置くのはここで、ね、置くのは端っこでいい。じゃあ上開けとくわ、うん、上宝物庫用に開けとくわ。そう、うん、実はいけるから、まあまあそのいっぱい雲出るところで。そうそう、まあ、緩やかにな、とりあえずな。あ、吸血か。あ、まあまあ全体ダメージ、うん、そうね。どうせすぐ返しまえよ、ここら辺は。さあ、雲が湧いたね。まあまあ山か。じゃあ1個開けて作るよ。そう、そこのここいい、そこの9マスにそう作ればいいね。うん、で岩は、うん、山は、うん、なんだろう。あ、出たじゃん、ラッキーだね。あれ、そう、それでいい。ああ、ここでいいのか。そこでいい、はいはいはい、そうすると3つ、そこの下に3つ置けるでしょ。はいはいはい、その3つが共有できるからいいねって。なるほどね。そうで、あと最初にあの山脈を作るときに、うん、あの山じゃなくて岩だけで作ると、うん、岩だけでもできるよね。うん、山脈はね。そうすると山はほら、あ、効果高いから得だねみたいな。なるほど、うん、じゃあ山じゃなくて岩で最初や山脈作っちゃった方がいいんだ、本当は。本当はね。あ、みたいな。本当に小ネタですよね。でもでかいよね。岩だと HP2 だけど山だと 5でしょ、うん、でもこういう細かいあれが節約が。そう、盾強いね。鎧も装備できんじゃん。世界を救うんだよ。そう、本当にそんな感じ。あ、そっちの方が高かった。まあ、いいか。本当だ、1高い。OK。バンパイア来たよ。あ、置きたいね。あの雲いっぱいとこに置いちゃおう。ああ、置けない。あ、まあ、いいか。岩置いちゃっていいんじゃない。そうだね、山脈岩で山脈作るわ。うん、そう、本当に本当に細かいことをずっと俺気にしてやってた。それ気にして気にして大爆発する。大爆発するだね。そう、そんだけや細かくやっても15時間かかってチャプター2にしかいけないわけでしょ。そう、ね、このゲームやばい。下手くそなのかもしれん。やばいんじゃないこのゲーム。剣が、あ、上がるね。いいね。心配になってきたよ。岩を置いてもらおうって、牧草地も置いてもらおうって。いや、雲の眉も、まあ、ヴァンパイアの組織周りに置いちゃうか。ちょっと多い角もやめとくか。下の方に置くか。ここら辺で。はい。右下、寂しい。そうね。圧多いな、ね、ここ。ちょっと調子乗っちゃったな。調子乗っちゃったな、ここな。あ、ピュアダメージと再生か。まあ、いいんじゃない？そうだね。は
岩で山を作るんだ。岩で山を作るんだ。オッケーオッケー、これ美味しいね。下に置きたいかな、うん、で、小太刀を右の方に置きたいな。ちょっと寂しい、その辺が。オッケーオッケー。墓場も右下の方に。オッケーオッケー、うん、なるべくなんかこうちょっと離れて戦うようにって感じかな。はいはい、あんま重ねるよりは。そう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 、さあ進んでもらって回復。はい、回復。いいね。え、ごめん、これなんだっけ、この、いや、経験値か。まあ経験値は今までなかったですね、実はね。え経験値、そうだよね、なかったよね。そうです。え、なんで経験値いきなり増えたの。学校アンロックしたよね。あ、学校でなり経験値が見えるようになったんだ。いや違うんです、新しく加わるようになったんですね。ああ、まあ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 、レベル上がってからのお楽しみということで。あ、そうなの。はい、子たちはじゃあまあ、そうね、で子たちの周りに血の子たちを置けて、その範囲内だとほら、うん、ヒットポイント 15% で倒してくれるから、うんうん、ヴァンパイアの周りとかに置くとちょっと有利になるよ。ああ、そうなんだ。ちょっと何も考えておいて。そういうのもあるよね。縦も。縦が4か。でかいね。うん、ああ、でも。防御が5上がる。再生 1.2 か。防御5上がるなら数字で返しつけちゃうかな。ね、いいと思います。2位ばっか来たな。弱え、弱え、弱え。はい。OK。Okay、あ、来た村、来た村だ。ね、うわ、でかい村。まあ、まずどっか適当にその遠いとこに置いてもらってって感じかな。あ、じゃあ次通るか、次のマスに置いとけば。あ、そしたらすぐ回復できるのか。そう、でもクエストが1個出てきて、そのクエストが、うん、まあ、ちょっと強い敵が出るんだよね。あ、ちょっとそういう感じなんだ。うん、1個まあ村取っといてもらって。で、まあ、あ、使わない方がいい。うん、はいはいはい、一旦ちょっと墓場どっか適当なとこに置いてもらって。ほら、うん、オッケー。あ、回復嬉しい。クエストいつでも。あ、これ今。これクエスト？出てますね。この変なマーク、あの体力にマークある。本当だ。これちょっと強い敵なんだよ。あ、そうなんだ。うん、クエスト完了。そう。特にクエスト完了の報酬とかなさそうな気がする。あ、ただ強い敵が出てくるだけ。お、レベル上がったね。なんだこれ。オッケー。じゃあまあちょっとレベル上がったんで。はい。はい。新しく加わった機能ですね。それが上のやつ。上上上上上上。それポーションずっと持ってるでしょ。あ、ポーション持ってたの俺。俺。持ってるよ。え、じゃあ使えばよかった。使ってる使ってる。あ、勝手に飲んでんだこれ。勝手に使ってる。上のところ、左上。これか。それ。それトレイトっつって、まあレベル上がるごとにこういうのがもらえるとか。あら、嬉しいじゃん。なんだよこれ、学校アンロックしないともらえないの。そうなんす。なんだよ。10% 分ヒーロー見つけたものの 10% をキャンプに置く。ああ、素材が残るわけか。そうね、うん、ヒーローの武器が日光に満たされ次の攻撃が全体で次の攻撃か。でもこれさ、ボス前、ボス前に、まあ、ボス前っていうかこの夜明けなんで結構、うん、コケコッコはするじゃん。毎朝結構強いと思う。ああ、そうだ。ああ、まあちょっと戦闘だから結構今あの速度が速いからちょっと見づらいかもしれないけど。ああ、じゃあちょっと夜明けの刃を、うん、ちょっとやってみるね。失礼させていただいて。まあ、戦場は重ねた方がいいんだよな。右上。そのテントのそば。あ、テントのそば。テントのそば。あの右上。テントのその越えたところ。越えたところ。あの、ここ朝に宝箱が出るから。ああ、宝箱、あ、そうじゃない、ループごとに宝箱出るから、ループした次の瞬間に出るといいねって感じ。はいはいはい。うん、まあ、牧草地ぐらいかな。牧草地は、まあ、この辺で牧草地置いて。牧草地、ちなみにこれ、そう、これだとするともらえるんだよね、実は。牧草地また来たよ。うん。で、山置いてもらおうって。で、武器も来たね。強いね。めちゃめちゃ強いね。あ、これはいいね。カウンター7パー、回避6パー。で、防御結構下がっちゃうね。そうね。だったら、まあ、メイズだけ変えれば。うん、そうだね、メイスはもうめちゃめちゃもういかれてるから問答無用で強いな。そう、ね、うん、オッケー。え、学校もっと置きたいよ、まだなんか取っとく必要。まあ、まあ、あ、日光、あ、そうそう、今のは日光、日光の喧嘩、びっくりしちゃった今、なんだと思って。そうまあまあちょっと一旦、ね、まだ学校ダメなの。村置きます？強い。村回復して、あの、じゃあ村を、うん、あ、どうしようかな、回復したい、うん、なんかそのやっぱなんかあるんだったらやりたいでしょ。ヴァンパイアの屋敷の前に置いてくんない。ヴァンパイアの屋敷の前に村を置く。そう。ヴァンパイアの屋敷どれだっけ？あの、オレンジのやつ。オレンジのやつ。これ。これか。これ。うん、これか。あ、ここの前。うん、そう、うん。え、大丈夫なのこんなことして。大丈夫じゃないよ。いいの？え、いいの？本当に？うん。荒らされた村。ここの村人は飢えたヴァンパイアにかなわなかった。でも君の敵になりうる。は？ループごとにグールが最大4体出る、うん、3ループ後何か役に立つものに変わる。そうっすね。あれ回復なくなっちゃうじゃん。そうなんですけど3ループ後にいい、うん、で村2個置くと村の左に、うん、誰かの命をもらって自分の務めさを解決する者たちがそう場所2日ごとに隣のタイルにバンディット。そう、村2個置くとこいつが出てくる。
あ、村に2個置くと盗賊のキャンプ、あれか、山作ったらゴブリンのキャンプが出るみたいな感じで。そんな感じ。あ、なるほどね。出てきます。うん、なるほどなるほど、忘却です。まあ別に、ね、まあまああってもいいけどね、はい、あってもいいんですけど。戦場じゃん、置いた方がいい、置いた方がいい。そうね、キャスト滑るんで、はい、お、1個重ねる。なんだこいつら、グール。あー、ミミックだ。ミミック嫌だな、運悪い。頼む。オーケー、4の武器、あ、5の武器、レイピア。いや、さすがに強いっすね。強いわ、これは強い。このループ数で子たちもあるね。子たちそこ置いちゃっていいんじゃん。血の子たちの隣に置こう。いや、あー、まあそれでもいいけど、飢えた子たちにしようぜ。オーケー、あ、やった。これやばいんだけど、荒らされた村大丈夫これ。大丈夫。なんか3ターン後のそうね、報酬が多いっす。4のリングやん、それはさすがにでしょう、うん、強すぎる。クマの前ね、なんかあと1個あれが来てほしいんだよね。あ、出たね今ね。リング吸血減っちゃう。でも強いけど、なんかちょっと魅力的じゃないけど、まあでも4だからさすがに置くか。強いかな、色が強いな。強そうだもんな。シールドはピュアダメージ4か、強いね。いいんじゃない。あ、はい、そうです。5、まあ色が強いんだけどさすがに、うん、ちょっとね効果がなくて。そうなんだよね。えい、あ、リング 5のリング、カウンターと再生か。再生 1.8 ね。まあ再生強いという話ですけど、まあ5だしいいのかな。5だしな、つけちゃおう。オッケー、はい、okay、おー、もう一撃よ。まあ宝物庫待つかどうかですね。あー、そっか、宝物待てば美味しいのか。宝物待ちましょうか。ちょっとね、ただ宝物なんか割と出づらい気がするね。お、完成したじゃん。これは完成して、じゃあ岩山が、いや、山を周りに、そう、山を周りに、はいはい、そう、そうするとキューポイントめっちゃ上がるから。あららららららら、うん、そうなんですよ、はいはい、うん、いい感じ。それがいいかなという感じ。あー、いいね。あ、バンペンの屋敷だ。うーん、どこが多いかな。敵が多いところに、出るのが多いところに、あとはまあその木立のところに置いとくとお得だ、ね。あー、なるほどね、うん、まあ雲もあるし、ここら辺かな。左、え、あ、左でもいいか。木立、そう、まあいいか、どっちでもいいよ。はい、岩は別にだね。そうね、置かなくていいかな。そう、その別にだねが出てくるのがね。はいはいはい、うん、HP 高くなるけど。高いなぁ。120上がるのはさすがにじゃない？攻撃速度下がろうと。はいはい。あの上のやつらが大群が心配。村だ。うん、1個置けば。置こう。今から通るところとか考えた方がいいよ。今から通るのはここだなぁ。ちょっと近いけどね。まあでも、回復そんなに多くないし、いいんじゃない？えい。うん。いいと思う。ゴーゴー。ただまあ、クエストが増えるっていうのはちょっと気をつけてます。そっかぁ。そう。お、攻撃は高いけど、全体のダメージ。吸血がないか。でもまあ、高いね。ダメージは高い。強いよね、これね。なんか同じ色でレアリティ低いのに。ねえ、なんか低い気がするよね。うん、オレンジが高い気がするのに。アガゴール。強い。カウンター 19%。その横のやつ、強いんじゃない？あ、そうだね。回避 12% か。まあ、ピュアダメージの方がいいな。うん、まあ、再生、ね、再生ついた方がいいな。ちょっとね。OK、スライムラッキー。おお、めっちゃ来た。あー、置きたいね。灯台はちょっと、いいとこに置きたいな。灯台はまずあそこの、あそこ、ここら辺か。あ、それいいね。はいはいはい。OK、屋敷、どっちかね、置くかね。いっぱい出るとこな。ここだったら、いや、まあ、どうする、雲と重なったらきちいか。いや、まあ、重ねた方がいいんだけど、うん、もう2個あるしなーって気もする。あー、そう。じゃあ、とりあえずステイで。うん、そうね。はい。あ、出ましたね。出たよ。おん、防御力は3下がってしまうけど、あ、そんなことで防御が上がるわ。2。あ、上がらないよ。ああ、そういうことか。うん。ピュアダメージがなくなって、再生と吸血。いいね。ああ、悪くない。さすが。ああ、これはいいね。はい。さあ、なんかモンスターの大群のところに。ああ、これクエストか。そう、クエスト。ちょっと強いやつ。クエスト完了。うん、オッケー。山、山、山。そう、クエストね、あんま関係ないと思うんだよね、それね。お、ゴブリンだ。やだね。ゴブリン、回避が高いから嫌いですね。あ、全体攻撃の盾だね。あ、これもう見た目で分かるの、お前。だんだん。あ、そうなんだ、このトゲトゲのやつは全体攻撃がついてるとか。なるほどね。びっくりした、お前まだ説明読んでねえのに、あ、全体攻撃だねって、本当に全体攻撃なんだもん。そうか、お前、そこまで、そこまで強くなったか。やっていくとね。小立、どうすかね。まあ、どこ置いても、えい。いいですね。雲な。まあ本当にその辺は適当でいいと思う。まあ左下も全然いなくね。その辺確かに。うん。えい。屋敷はまあ置いといてな。うん、えい。何こいつら。強くないんだよ。わ、強っ。うん。戦ってる最中に夜が明けたことで今すごい全体ダメージがすごかった。そうなんだよね。あー、それいいね。さすがに強いね。うん、あー。
全体ダメージ4、カウンター強いけど、ちょっと再生欲しいかな。そうだね、なんかまあ、レアリティも下がっちゃうしね、戦場も。ああ、ちょっと重ねすぎると、あいつら出てきちゃうから、ちょっと下の方にした方がいいかな。あ、重ねにしても1個。あ、まあ1個ぐらい出しておくか。まあいいや、OK、はい。いいね、血の子たち。血の子たちの横に置けるね、飢えた子たち。俺飢えた子たち好きだよ。だってなるほど、ね、モンスター生まないのに20杯か飲み込んでくれるんでしょ。はい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 、めちゃくちゃお得だよ。まあ確かに、うん、お血の子たちがまた来てますね。攻撃速度が 12%。 あーでもさすがに弱いかな。3だしね、うん、血の子たちの、あさすがにね。こっちにしようかな。じゃあ、あいいんじゃん、左も巻き込んでるし。ほら、あオッケー、生まれちゃうけどね。強いやつだな。うん、オッケーオッケー。お、村じゃん。村来た、村来た。これ置くとまた出ちゃうね、あいつがね。まあ、忘却しますから。余裕で忘却しますよ。なるほどね。はい。どうしようかな。なんか回復乏しいところ。ここに回復、回復、回復。まあ、ここら辺に。あ、でもキャンプの後じゃな。キャンプの前じゃない、むしろ。ああ、ここにね。だってボスと戦う前に回復したいじゃん。確かに。ここに置いて。で、盗賊のキャンプが出てきたから、もう死ねよと。一回もバンディット見ることなくな。見ることなく、で、東大で。セリフあるのに。あ、セリフあるんだ。そっか。新しいやつ。見てあげてもよかったかもな。あ、外しましたね。そう、宝箱に攻撃外すか。山だ。こういうことか。そう。いいね。そう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 。あとは宝物庫が来てほしいな。そうね、宝物庫欲しいんですよ。そう、結構宝物庫で。おお、6の盾、さすがにだね。強いな。高すぎる。こだち、どうしよっか。あ、いいね。4のリング、あ、いや、そうね、こだち。でもこうやるとやっぱこれは上のなっちゃう、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 なっちゃう。うん、だからもう左の方やか、村の近くに置いとけば、あえて離そうな。あ、そうね、うん、あ、いいね、今回 HP も良い感じに残ってる ね、うん、ね、あ、トレイトが来てるので、ちょっと次上経験値が溜まりました。おおおお、ありがてえ、ありがてえ。あ、ホースになっちゃった。宝物庫来てくれた。そうね、はい、オッケー。とりあえず宝物庫ここに大きいの、ボックス装置これ2個。おお、おいしい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 。ああ、ああ、東大もくれて、はい、おいしい。一番古いボックス装置かな。ほらほら、オッケー。さあ、山も重ねてって、山重ねて、そんなやってるとボス出ちゃうか。まあ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 、東大で、ちょっとそろそろ、あの、キャンプを照らしたい。あ、キャンプを照らす。うん、だって早くなるでしょ。ボス戦。はいはいはい、はい。多分だけど。多分早くなる。これさ、でも、ユニット、うん、ユニットの攻撃速度ってことはさ、敵も上がる？そんなことないか。自分だけだよな。まさかな。全ユニットの攻撃速度 20% アップ。全ユニット、敵ユニットも含むんじゃないかな。まさか？本当？わかんないけどね。まあ、置いとこう。だったらちょっと話変わってくるね。うん、話変わってくるね。墓場もまあ適当に置いてもろって。置かなくてもいいよ、別に。それも。あ、どっちでもいい。置いちゃおう、うん、で武器に、ね、6の武器が来てるんですね。ああ来てくれたね、6の武器。ああ強い。さすがに強いね。リングは、レベル落ちちゃうけど、全体ダメージ攻撃数プラス12か、まあ、再生もついて微妙かな。ありなし、ありなしって感じ。まあどっちでもいいかな。つけちゃおう。オーケー。ほらやり手下がってんだけどね。全体攻撃なんてないんだな、これ今。ああ、なるほど。それは食らっちゃうね。宝物庫また来たわ。ロッキー。あんまどうなんだろうね、でもな、宝物庫。まあ、素材集めるのもメインだからね。確かに。いいと思うんだよね。まあ、山を置いちゃって。うん、戦場もまあ、戦場は一向きに置いてあるの草だな。戦場そんなに置いてあるのに、木立のせいでね、うまく重なってね、あんまり、あんまり、その、血の道ができてないっていうね。全然いいんですけど。あ、重ねちゃおうかな、じゃあ。それでできるかな。えい、あ、できた。あ、よかったよかった。はい、はい。それ素材もいるから、ね。あ、あと、上のトレイト忘れてた。俺のトレイトね。はい。サマーソルト 35% 確率で回避したときにカウンターを行う。へぇ、イカサマ使い。これ全然近くなっちゃったね。10% の確率でタイル上に置いてあるカード。ゴールドカード以外を手札に残せる。うん。だから下にあるこの墓場とか置いても、うん、置いても減らないってこと。へぇ、うん。ワルじゃん。悪ヒーローが通るたびに近くにあるロード以外のタイル一つにつきヒーロー HP が、あ、回復か。うーん、ただこれはちょっともう、あ、でもいいのかな、ありかな、まあ回復、うん、サマーソルトこれなら取っちゃうけど、サマーソルトかっこいいね。でもね、回避したら、なんか回避構築にしたら取るのもありかもしれないね。うん、まあ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 、
え、面白そう。次俺回避構築やってみたいな。サマーソルトって今からでも全然できるけど。そっか、うん、武器いっぱいもらえるし。まあまあまあ、もしでも HP に安心感持たしたいな。うん、オッケーオッケーオッケー。6武器、いや弱いな。あ、まあまあさすがに。てかまあ鎧が出てないんだよな、全然な。そうだね、出てほしいんだよ。あ、今出ましたね、あれがね。あー、ピュアダメージか。まあまあまあ11強いけど、まあでもさすがに回避吸血攻撃速度ちょっと強いかな。かうん、そう、この辺だともうほとんど置かなくなってくんだよね、うん、はい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 。そうそう、お、服さすがに強いでしょ。そうだね、うん、どんだけ上がるねそう、何もないこの武器はやっぱ攻撃力高いんだよねあ、5の鎧、多分それ強いな。5の色付き。あ、6の鎧の方が強いか。あ、6強いな、これ。あれ防御つくんだ。あー、ありだね。いいね。盾も多分14 か、さ、結構下がるな。まあそのやっぱ、なんつうの、レベル1個上だし、うん、あの何も能力がないからすごい高いは高いんだよね。7下がるってなるとちょっ と, ちょっとね、びっくりしちゃうな。いや、いいと思います。あ、まあこれはアーマーは6のやつでいっか、うん、はいはい。これが弱いな。リングはちょっと弱いな。だよね、うん。あ、クエストですか。オッケーオッケー。やたら強いと思った。うん、まあまあまあ落ちていいと思う、うん、なんか光ったよ。どこが。あ、待って、うん、ここら辺光った。なんだろう、なんだろうな、わかんない。ダーク、うーん、攻撃力高い、回避吸血 8%。 あー、強いか。ただダメージ結構下がるね。よくないか。ちょっとこっちもダメージ下がるな。あ、なんかこっちの方が色レアだしな。そう、なんかやっぱそれ一番レアだよね、やっぱな。オレンジ、そうだよな、この濃いオレンジはもうさすがに。いや、痛いな。クエストボスかっていうか、クエストボスだ今の。きついね。あ、21から31、全体のダメージ 5だし、吸血回避が減っちゃうけど、再生がつくのか。そうね、再生、うん、いいんじゃない。えい、うん、どうだっただろうな、まあ、あ、今ちょっとなんか気軽にやっちゃったけど微妙なとこだった、ね、うん、もっと考えた方が良かったかもしれない、うん、いいんじゃないぐらいな感じだった、うんうん、あ、でもほら強いでしょ。あ、全然いいっしょ。 OKOK、 OKOK、 で、牧草地も置ける。牧草地は置いちゃう。山も置いていいっしょ。山もここに置く。うん、まあ岩はやだよな。いや、俺もう一周は無理だと思うんだよな。うん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 、うん、だからボスか撤退かなんだよね。はい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 。で、撤退したいんだったら、キャンプの手前で止まってほしいんだよね。あの、ここでね。そうそう。だからそこにヴァンパイアの屋敷を置けば、グールがいっぱい出て、はいはいはい、止まって帰れる。帰るか、ボス行くか。いや、もう、こんなね、さっきは撤退しちゃったし、うん、動画的にもオチをつけるためには、やはり、ここはボスをね、挑んで、じゃあ、いっぱい置こうか。いっぱい置くことで、まあ、もうちょっと先かな。もうちょっと先か、ここら辺やってからか。うん。OK。まあ、岩とか置いちゃってもいいけどね。お、いいね。OKOKOK。忘却取っとこうかな。忘却は取っときたい。僕そっちは置いちゃっていい。6のリング。回避 13%。攻撃速度が。ボス考えて、全体ダメージいらないでしょ。そうだね。防御。攻撃速度。攻撃速度。下がって、防御は。回避 13% 強いんじゃない？いいと思う、いいと思う。いやーい。山を置いて。山置いて。まだ対戦できるか。そうだね。うん、てか、多分もう宝物庫の周りがいかないから、岩を、うん、岩を置いちゃっていいと思う、そこに。はいはい。あ、右下、あ、そっか、右下もったいないか。まあまあ、それで右下に置くと、一回資源が入るから。あ、そかそかそか。うん、そうだね。まあ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 、いいんじゃない？左上に置いた方がいいか？ここか。あ、はいはいはい。オッケーオッケー。で、ボスが、ボス出せるこれ。全部上げればボス出るか。あ、怪しいね。まあまあ、そうだね。これ置いとけばいい。出るよな。雲とか。雲とかもう適当に置いちゃっていい。ほら、ボス出てこいよ。怪しいか、これもしかして出ない？ボス出ない？俺もう一周しなきゃいけない、うん、もしかして。これもう一周は絶対無理。無理だよね。あ、ヴァンパイアの屋敷はちょっと待って、一旦。一旦。うん、赤バーでしょ。あ、この前に出したいってことか。そう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 。もしかしたらね。うん、赤バーも適当に。あ、そっち置いちゃう？あ、まあ、いっか。えい。うん、OK。側も右側のところに置いちゃっていいでしょうか。あ、まあ、OK、大丈夫でしょう。まあ、一旦。ほら。OK、まあ、こんだけいるし。あ、ヴァンパイアの村の進化見れなかったね。そんなのが。リング。まあ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 ダメじゃないしな。オッケー。スライム。まあこれは楽勝。オッケー。5の赤いリング。ほんと？攻撃速度 4% カウンター10%。カウンター 11% 強いな。でも回避 13% でかいな。でかい。うん、子たち置いて。あ、待てよ、ちょっと怪しいか。あ、一旦待っとこうか。一旦待つ、はい。うん、
ああ、はい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 、ボス出るな、さすがに出る。まあ山も重ねちゃって雲適当に置いて、あと1で出るから、うん、どうしよっか、ヴァンパイア最後に置いて村で回復したいか。うん、じゃあちょっと遅くするか、スピードを。あ、関係ないか、ボスに挑むのか。挑む、もうここで湧くからいいのか。適当なとこ置けばボスが出るわけでしょ、これ。そうだね、出るね。出すよ、ボス。出そう。ほら、もう一回、もう一個、もう一個、適当に。ほら、もう一個、よし、出た。もう2マス先に出たね。そうね、はい、で、消しときたい、忘却。忘却で、ここら辺のリッチのやつな。リッチの、リッチの宮殿はどれも全部同じか。そうだね、じゃあ2つ適当にここら辺のやつを消して、はい、で、ここで1回対戦して、ここで回復してボスな。いいだろう、これで忘却引きたいな。これで忘却引けたらでかいね。まあ、牧草地とか置いてもろって、まあ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 、右上、そうね。ほら、ほらほら、それで最後まだ来るよ。なこの山か、山、まあ左上上げて、まあ赤バーも適当に置いてもろって。しくし、無理だな、多分。あと2個消したかったな。トレイトもあと21で上がるのにな。ねえ。まあしょうがない。行きましょう。タイミング良くなかったけど、さあ、あ、なんか急に。最後1個得ましたね。お待てよ。ピュアダメージ、攻撃速度、カウンター、いや、回避。強そうに見えるけどね。回避の方が上だね。回避の方が夢がある。はい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 。行きましょう。回避多く引いて、あの、運で勝つしかない。避けて避けて避けて、うわー、もろ、おか、回避いいよ、回避いいよ、いいね、あー、もろに決まった、惜しかったね、でもね、一番惜しいとこまで来た、回避で夢は見れたな。あ、なんかでもあれだね、村で回復もできてクエストもできて、うん、なんかそうそうそう、レベルも上がってみたいな。そう、いやー、ちょっとサマーヴァンパイアの村の進化見たいでしょ。見たいっすね、サマーソルト。そう、多分取ってたら勝っでもないか、でも回避最後上げたからね。そうね、いや、サマーソルト回避工事とかやってみたいわ。いいと思います。あ、結構変わったね、村を取ったことによって。そうなんです、はい、村相当変わるよ ね。これでまあ何も上げられないか。上は建てられるんじゃない、上はどう。あ、まだか、やっぱ資源足りないね。すごいな、こんなあるのか、うん、で村でこんな変わるってことはもっとやっぱいろいろ変わってくるだろうね。変わってくるね、そこら辺も楽しみですね。はい、はい、まあ今日はこんなとこで終わりたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。